こんばんは。はい、こんばんは。一撃は動画日記その203でございます。よっしゃ、203。今回はですね、我らが座長大隈龍太郎さん、北脇優斗くん、安田重人くんの3名に来てもらいました。優斗&重人で、はい、挟まれた状態で。大隈さん誕生日やったじゃないですか。もう龍斗になっちゃった。はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日じゃないよ。おいくつになれたんですか。僕はサザンです。サザン、ね、33ですね。もう、はい、津波のように、ね、やってきましたよ私の誕生日。今年はどんな一年。今年、あ、もうそうね、今年はもうあのネットフリー、ネットフリー、アマプラ、アマプラで映画見まくるってことですね。ネットフリックスとアマゾンプライムビデオを見まくる。あの注釈が入らなあかん、略し方やめてもらって。もうこれでもうバンジオッケー。分かんなかった。そうね、じゃ映画レビューアーとしてめちゃくちゃレビューしたの、爆誕したの。あのこれ誰が見んのみたいな。いやほんまにね、もうね、楽しゅうてしゃあない。映画見るのが、映画見るのがもう楽しゅうてしゃあない。最近はちなみに何を。はい、もうここ最近やっと見たんですけど、あれでも、ね、あのね、マッドマックス怒りのデスロードにドハマり、はいはい、ドハマり中のドハマり。もう先日川原たちと科目サマーフェスティバル2019来ましたよ。来まして、で楽屋でまずやったことは、はい、マッドマックス怒りのデスロードの、 YouTube の CM を見まくる。あの、ね、メイクをしてると後ろからね、YouTube のね、音がね、すっごいね、流れてる。あと1時間ちょっとね、本番のね、何をしてるんだよ。いや、まず上げていくとね、エンジンね、V8 エンジン。そう。いやもうあとね、今年見て良かったやつで言うと、はいはい、2本3本2、3本ちょっと言っちゃうと、はいはい、ね、あれ、あのね、キュア、禁断の隔離病棟っていうやつが、それレビューは一応、あ、したちょっと拝見した。ちょっとあのね、その隔離病棟に社長が入院したから、はい、それを返してこいと、あの事務員、あの偉い人に言われた、はい、キラ社員が行って、そこでもうむちゃくちゃな病院に巻き込まれて、あのうなぎを生で飲まされるっていう映画です。What? 全然知らなかった。最後全然繋がれへん。大隈さんの、うん、あのこの概要力が低いのか、うん、もう映画がちょっとどっちが違う。これがもう正解です。それが正解。見た人が全員そういう。もうあの無理やりに入院させられてうなぎ飲まされるっていう映画です。今うなぎ問題になってるからね。どういうところが面白かったですか。やっぱもうね、なんやろ、どうめっちゃ綺麗やね、映像が無駄やな。すごいね、ビジュアルめっちゃかっこよくて、はい、精神の隔離病棟やから、うん、不思議な感じのもの、うん、で、と思ったらこう怖いことが起こったりして、うん、まあ、例えばその、便器、水洗便器のさ、ここあるよ、はいはい、あれ分けたらうなぎがめっちゃ入ってる。なんで主にうなぎなんだよ。うなぎいっぱい出てる。うなぎはいいから、富山の牛の人もうなぎこの前もあったし、よかったですよね。なるほど、あれ面白かった。もう一本ぐらいなんか、いい、言っていい。どうぞ。もう動画に行っていい。はいはい、あ、もういいです。ね、続少林寺36めっちゃ良くて、聞いたなそれは。それは聞いたな。めっちゃ良くて、あのね、あのとある染め物のブラック企業があったけど、そのブラック企業と、なんか寂しっぽい男の子がそこに偉いそうだっつって乗り込ん で、そのブラック企業を倒そうとするんだけど、負けのカード剥がれてボーボーにされるんだよ。でクソ強くなるぞっつって少林寺入って、少林寺で修行しようと思ったら、めちゃくちゃ塀とか、あの工事現場の作業をやらされるだけで、はいはい、修行させてもらわないから、はいはい、で足場を竹でね、あの中国やから竹でこうやって、はいはいはい、同じですね。そうで、それを作って、作り終わったら、じゃこれまた、あのそれで終わりだ、お前出て行けって言われて、ほんでめっちゃキレんねん、主人公なんでだと、お腹もさしてくれよっつって、で、くそーっつって、ほんで戻ったら、なんとそいつはもうすでに足場を作ったことによって、究極のカンフー、足場カンフーを使われてて、もう足場を作る要領で敵をバッタバッタと鳴いてほしい。もうあの、こう竹をさ、縛んねん、あ、はい、こう紐で、そういうのを使ってこう、キュ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 って縛ったりして、パンパンパンって竹で倒していくの。で、敵をまた
チームの武器がこれ何かというとあのベンチやね。こう可動式のベンチで、はい、主にベンチで戦ってくるけど、主にベンチで主要武器がそうなんです。こうやってベンチでカン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 みたいな叩くだけじゃなくてめっちゃ強いんですね。そう、だから想像つかないんでしょ、足場カンフーとあの椅子カンフーこれすごいね。もうね、このこのたまげたね、これもあのかなりいい作品ですね。このね、3本はねあのぜひ皆さんあの見てもらえたら今ね、ちょっとあの映画 .com でレビューの星の数見たんですよ。はいはいはい、5 まず続、距離36号、星 2.5 おお、半分か。あなんでちょっとあんねん賛否両論ってことや。2切れよ、そこは 2.5 5か0で、禁断の隔離病棟、はい、2.8 ちょっといいちょっといいよ、ちょっとあるよ、うなぎがね、美味しそう。そう、一定数いるんですね。で、マッドマックス怒りのデスロード、これどっちやろ、ブラック&クロームエディションじゃないな。まあでもすごい、怒りのデスロード、レビュー 4.1、はい、やっぱこれはね、まあ、あの2015年総なめしたんです、はい、大流行りしましょう、大流行りした、うん、これはそうなんですけど、まあ、なので、ぜひ、36号ねから見てったらどんどん楽しになっていくってことですね、レビュー的に。いやもう本当楽しいですよ、ね、今上がっていくと、他にもいろいろね、おすすめのやついっぱいあるんですけど、はい、まあその3本ぐらいで今日は撮れます。今後ハッシュタグでも作って、うん、あのレビューしてたらいいじゃないですか。いやそれはいいわ。そういうもんじゃない。つど、まあ、大熊さんのツイッターを見てもらってもらったら、大熊さんと同じこの映画を見て、あ、大熊さんもこんな映画見たんや。あ、モーメントにまとめようかな。あ、わかりました。大熊さんのツイッターのモーメントに感想をまとめると、はい、初めてレビューしたのが武器人間です。武器人間すごいよ、あのナイチスの武器と人間を合体させた、はい、でその人造兵器を作った、はい、っていうところに潜入して、そしたら武器人間がいっぱいおって殺されまくるっていうかなりこれも良かったんで、武器人間星 2.9 ですね。ちょっと待って待って、ちょっとずつそうです、ね、低いな、逆にじゃあ勝利36号そうですね、勝利のだいぶ俺の中で評価高い、ね、いやちょっと違うんですよ、あのこんなね映画の話をしたかったわけじゃないんですよ、あの今回の動画日記、まあ8月1日ぐらいにこれ上がってると思うんですけど、はい、岩手のね、おリアスホール誕生のもうすぐ聞いたことあったわ。そんななんかふわっと聞いた、うん、そうあのバッドマックス怒りのデスロードと並ぶ名作となるからまだないよ、なる予定のリアスホール怒りのデスロードが影響されるまだないし、そんな名前でもない、ぜひね、はい、見てほしいなって、やっぱりここで言ったらそうなんですよね、今そうですね見に来てほしいで来れる距離じゃちょっと怖い、ね、完璧あの2日3日いるから、ね、見る、はい、確かにかかります、ね、最低2日、はい、それももう行く、泊まる、見る、帰る、はい、もしか行く、見る、泊まる、帰る、はい、2択、うん、この見ると泊まるしかできない12時間ぐらいかかるかな、まあ、でもね、それでも実は関西から見に来る人何かいるらしいから、あ、そうなんだ、えらいもんですわ、はい、ありがとうございます。それもふわっと聞きました、ありがとうございます。ちょっと情報として届いてないかもというのが、大熊さんがパントマイムワークショップをするとこれね、お木曜日8月8日にね、私やるんだけどね、8月8日、はい、今のところ ね、ナイスミドルな男性が一人で受講予定で、はい、マンツーマン、僕だからナイスミドル&ナイスミドルマンツーのねパントマイムワークショップだね。ああ関西で大熊龍太郎といえばもうね、おお、もうそれはもう映画レビューアーとして違う、パントマイム違う、違うマイム、マイムするレビューアーとしてのね、あの格好だろ、チーローね、過去にあの少林サッカーのマイムしましたもんねみんなの覚醒シーンの好きだった、少林サッカー見ましたね、あれもまあだから本当あの岩手の大船渡のリアスホールでやりますんで、はい、
よかったらね、ちょっとお知り合いに。そうですね、岩手まで届けてということで、はい、そうそうまずはでも、リアスコのダンジョンを届けてほしい。あのね、情報はね、あの一撃上がれてるジュゲムブログがあるんで、そこまで見れば。ジュゲムブログ更新してないっすよ。ジュゲムブログのね、ドームページにはリアスホールダンジョンの公演情報をまとめに載ってる。わかりました、うん、ジュゲムブログ見てください。リアスホールのホームページが今改装中で、どこにも情報がない。もう一番すぐ来るのに。やばいやん、だからね、完璧に今ね、情報集積がね、あの一撃や日記っていうジュゲムブログにしかない。リアスホールで調べて、そのリアスホールのホームページに飛んでもないって。そうそう、ちょっとしかない。ワークショップの情報にだったら載ってないだからもうあの一撃や日記をね、ちょっとね、今後ね、見ていただいて、そこにね、あの予約方法も書いてますんで、はい、まあ、リアスホールに電話してください。なかなかないですよね、劇場に直接電話したら。まあ、向こうの授業や、うん、あー、そうですね、向こう主催の授業やね。でもね、あと初劇のね、はいはい、あのチケットも発売開始にね、そうですね、なってますんで、はい、4月31日に、まあ、とりあえず一発のイベントがございますので、はい、それまでにアップロードしよう、頑張って。ね、ぜひあの、はい、それも見てもらって、まあまあ、もし間に合わなくても、あの4月30日からチケット発売開始しますから、はい、ぜひ買ってください。はい、お願いします。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、はい、じゃあ2人のおすすめの映画もちょっと聞きたかったな。あ、じゃあタイトルだけ聞いて。タイトルだけちょっと思いついた方が、はい、いや、僕はその大久保さんみたいに面白い映画は、いや、ちょっとそれは関係ない、普通におすすめの映画、はい、おすすめ、まあ、僕一番最近、僕あんま見ないんですけど映画、うん、見に行ったのは、うん、カーズ3ですね。あの車が喋るやつなん。そうですよ。いや、カーズめちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃふわっとした。あのカーズはとりあえず1と3を見てください。2はちょっとあの単独なんですよ。あ、1と3がちょっと繋がってるんです。なるほど。1と3でループしてるみたいなとかあるんで、ちょっと1と3をまず見てほしいなっていう。マッドマックスも車やから、まあ、繋がってる。なるほど。じゃあということはハンダホフも。僕は知ってるかな。おい、最も危ないデカ。古いな。古いな。え、これこれ。最も危ないデカ。今何歳？僕は23です。23が勧める映画じゃないよ。最も危ないデカ。最も危ないデカ。あんだけ結構趣味古風やもん。そうですね。なんか俺らと同じぐらい。ちょい上やねんな。しかもちょい上。うん、アブデカ、アブデカ、アブデカ、ガキデカみたいに言う。そうですか。カーズ、カーズ、はい、最も危ない。クス、もう危ないよ。二つ足したらマッドマックス。すごい、あ、そうやね。二つ足したらマッドマックス。あの三部作、思わぬ三部作が出来上がりましたから。はい、ぜひこの3人のおすすめの映画見て、はい、レビューしてください。よろしく。では、この辺で終わりたいと思います。204で。はい。さよなら。